お昼になりました。ドルゴルスレン、ダグワドルジです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで今日は久々に手弁当を持参しました。ちょっと暗いですけども、キャメラがね、よいしょ、ちゃんと今日はね保冷バッグに入れてきましたよ。はい、じゃーん、あ、美味しそう、全然崩れてなかった。昨日ね、簡単ビビンバだったんです、夜ご飯が。それの残り物を、余ったものを入れて、あとウインナーだけね焼いてきました。はい、ではいただきます。ほうれん草とごまと人参でね炒めたやつと、あとはもやしナムル、そしてひき肉、最高です。ありがとうございます。一応この下の方は全部ねご飯詰めてきてます。うん、あ、結構肉には濃いめに味がついてます。ガッツリなんか一日経ったらさらに味が濃いくなってる気がする。よう染み込んどんかね。うん、もう予告しておきます。明日もお弁当作ってきます。うん、今日はちょっとね早めの昼ご飯、今11時半です。うん、午前中2発手摘みをして、で今から呉市の方に向かいます。1時半着なんで、あと2時間時間がありますんで、ほんと喉乾くぐらい味が染み込んどる。うん、醤油ベースのね、ちょっと混ぜようか、ちょっと。やっぱ混ぜた方が美味しいよね。簡単ビビンバ弁当ね。うん、美味しい。
っと食べ応えあるな。どうしても油はね、そこの方に油がやっぱり出てしまいますね、牛肉は、うん、これは手弁当の永遠の課題ですね、うん、レンジでチンすればいいんでしょうけどね、食べる前に。人参とほうれん草もたっぷり、うん、明日は卵焼きとウインナーを入れてこようかな。ね、娘もさ、弁当持っていけばいいのにね。もうすっかり学食ばっかり食べて、油がすごいな。うん、ウインナー取っておきました。美味しいウインナーです。うん。美味しかった。超脂っこい。今日お茶を持ってきてます。はい、はい、ということで、本日は簡単ビビンバ弁当をいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。